一日中掃除してもうクタクタなんだぞ。それなのに、それにしてもあのエースってやつ遅いんだぞ。俺様を待たせるとはいい度胸だ。イライラ、いくらなんでも遅すぎるんだぞ。まさかあいつ逃げたんじゃないだろうな。罰を俺様たちだけに任せて逃げるなんて許さないんだぞ。行くぞコブン、エースをと捕まえて窓掃除させてやるんだぞ。おらー、エースはどこだ。隠し立てするとただじゃおかねえんだぞ。って、もう誰もいない。いいや、私がいるよ。絵が喋った。なんだい、喋る絵画なんかこの学校じゃ珍しくないだろ。あっちの壁の貴婦人も、こっちの壁の紳士も、みんなおしゃべりするよ。肖像画には口があるんだから、おしゃべりもするってものさ。普通のことだろ。君の普通と私の普通は違う。個性は尊重し合ってこそだ。そうだろう。それで君たち誰かを探してるのかい。エースってやつを探してるんだぞ。顔にハートが書いてあるモサモサ頭のやつ。ああ、知っているとも。今日から入ってきた新入生だね。少し前に寮へ戻っていったようだけど。にゃにー、あの野郎、やっぱりに寮への扉は東校舎の奥さ。おい、追いかけるんだぞ。窓拭き100枚なんかやってられるかってな。さっさと帰って。こーらー、げっ、見つかった。てめえ、待つんだぞ。一人だけ抜け駆けはさせねえんだぞ。待てって言われて待つわけないっしょ。お酒、一人だけずるいんだぞ。俺様だってサボりたいんだぞ。あ、どいたどいたー。で、お、もう人を捕まえる魔法。足を止める、いや、縄で拘束する。それとも、何でもいいからぶちかますんだぞ、早く。何でも、何でも、えい、何でもいいから入れよ、重たいもの。うわあ、なんだこれ、鍋。見てみろ、エースのやつ、でっけえ釜の下敷きになってぺったんこになってるんだぞ。ダシーブ、まさか大釜が出るとは。ちょっとやりすぎたか。うわい、パッパッパッパ。いいじゃんかよ、窓拭き100枚くらいパパッとやっといてくれたってさ。罰で窓拭き100枚って、一体君たちは何をやったんだ。今朝そこの毛玉とじゃれてたら、ハートの女王の像がちょっと焦げちゃっただけ。グレートセブンの石像に傷をつけたのか。それは怒られるに決まってるだろう。せっかく名門校に入学できたっていうのに、初日から何をしてるんだか。うるせえな。つかお前誰。僕はデュース、デューススペード、クラス。お前も覚えてねえじゃん。とにかく学園長からの命令なら
真面目に取り組むことだ。はいはい、わかりましたよーっと。んじゃ、パパッと始めますか。は？あ、毛玉がいない。あとはお前らに任せたんだぞ。バイバイ。あんにゃろ、俺を身代わりにしたな。あ、おい、ジュース？な、ジュースじゃない、デュースだ、デュ。お前にも責任あんだから、あの毛玉捕まえるの手伝えよ。なんで僕が。そっちの冴えない奴は魔法使えないから戦力外。行くぞ。